インターネットテレビ見る増刊号デスクの山江です。白川さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回のテーマは、はい、緊急事態宣言延長について、はい、で、5月6日までの、緊急事態宣言、はい、ということで最初なってたと思うんですけれども、はい、それが、まあ、小池都知事等の、うん、まあ、要請もあってか、まあ、延長される、さらにもう1ヶ月と、うんうん、で、まあ、なかなかこう感染拡大防止と、はい、まあ、経済へのダメージというのを天秤にかけながら、まあ、なかなか難しい判断だとは思うんですけれども、このあたり白川さんはどうお考えでしょうか。反対です。はい、やっぱりその1ヶ月間、うん、日本 の, その経済活動がぐっと押さえつけられるっていうことは、そこで何十兆円っていう損失が出るわけですよね。ということは、その人口というか、まあ、日本の社会のピラミッドの中で下にいる人たちにものすごく負担がかかるわけですよ。そうすると今、まあ、死者200人を超えて300っていう数字じゃないですか。それどころじゃない数字の自殺者っていうのが出かねないですよね。はい、そうなると、うん、だから今は何を守ってるかっていうと、医療を守ってるわけじゃないですか。でただまだ医療崩壊までは行ってないと、はい、うん、まあだからそこに負担をかけないようにっていう話ではあるんですが、それにしてもその社会的なコスト、経済的なコストが大きすぎるので、はい、これちょっとやりすぎだと思うんですよね。なんか日本ってこのコロナウイルス化においても、まあ、対応、はい、まあ、死者数見ても、はい、まあ、世界でも一番うまくいっている国の一つだと思います、はい、で他の国もっと被害を出している国でも、もう経済活動を再開しているところってありますよね。はい、ありますね。うん、ヨーロッパなんかはもっともっと死者がいるし、感染者がいるのに、もうすでにこう自粛を解除し始めてますよね。はい、まあ、自粛というか外出制限だったわけですけど、もう解除して、個人店とかオープンさせろっていうの、まあ、ドイツとかやり始めましたよね。うん、もうそもそもなんですけども、緊急事態宣言1ヶ月やって、はい、さらに1ヶ月延ばすと、もう緊急事態感なくなるじゃないですか。そうですね。だからまだ店は営業できないのに、はい、でもまあ気が緩んで、ええ、もうその自粛生活っていうのに飽きて慣れちゃって、はいはい、外出する人も出てくるかもしれませんし、そうですね、だから本当に、だから、今はもうとにかく医療の方に気を使ってっていうことで長くやると、でしかも全国規模でやると、まあ、全国的にはそんなにこう感染者出てない都府県っていっぱいありますよね。もうそういうのは関係なく、全部やると、なんか随分その大雑把なことをやるもんだと。しかもその5月末っていう数字も期限も根拠ないんですよね。つまりこれってワクチンが出るまで収束ってありえないから、はい、まあ、少しずつその集団免疫ができて、まあ、ある程度耐性っていうのはあるのかもしれないけど、それにしても結局その収束するのを後ろの橋にしてるって言いますかね。結局、ね、ワクチンできるのはまあ来年とか言われてますけども、このまま新規感染者がゼロにならない限り解除できないのかという話になって、そうですね、こういったなんか原発のまあゼロリスク神話じゃないですけど、本当にもうゼロにならないと解除されないのって思っちゃいますけど、今も要するに安倍首相の周りって結局、まあ、今緊急事態宣言をやったもので、地方公共団体の特に知事たちがすごく権限を持ってるわけですよね今ね。だからどんどん表に出ていろんなことをこう、発表したりとか、かなり目立った動きしてますよね。はい、そうすると安倍首相はその人たちの言うことを聞くという今逆の立場に立ってるんですよ。はい、そうするとみんながもう伸ばしてくれって言ったら、もうそれ受けるしかないっていう立場になっちゃったわけですよね。でその中の一人、はい、小池都知事、はい、出ました。この方はちょっとひどいと思うんですよ、いくらなんでも、感染者が増えてないのにもかかわらず、もうずっと危機感煽ってますよね。これ豊洲の時と同じ手法なんですよ。確かに、安心と安全という言葉のね遊びで、あれ6000億円とか6000億円か、
6000億円か、すごい数字ですね、という無駄が出たんじゃないかって試算もあるぐらい、はい、もうべらぼうな金額ですよ、うん、またそれをやろうとしてる、しかも今知事が力があるって言った時に一番力があるの小池さんじゃないですか、はい、小池都知事が一番力があって、その人が緊急事態宣言を、延長しなければいけないというと今ものすごい今発言力があるわけですよね、はい、でそれ本当なのと、うん、なんか根拠不明なんですよね、それも豊洲と同じ、うんうん、なんかもう非科学的で、ええ、ある種反知性主義のような、うん、そうです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 、で日本ほどもう山根さんおっしゃるように日本ほど今抑え込んでる国はないし、うん、その抑え込んでる時に外出禁止やったわけじゃないわけじゃないですか、いやいや、はい、まあ短期間割と短期間の自粛を要請しただけですよね、その中でうまく一番うまくやってる日本がなんでその経済を踏みにじってまで延長しなければいけないかってもう根拠不明だし、うん、これ後で本当自殺者激増すると思いますよ。でしょうね。うんうん、で今、まあ、死者って、まあ、確かにその年配者を中心に、少しずつ増えてるんだけれども、うん、その年配の人たちの外出っていうのはやっぱり控えるべきだけれども、はい、やっぱ経済を担う人間ってね、ある程度は動いて稼がないと。うんうん、特にもう生活カツカツっていう人たち、それはもういくら援助しようが回らない人たちっていうのがいるので、これもういい加減この延長というのはやめてほしいですね。うん、はい、まあ、小池さんとしてはなるべくこう危機を煽って、この事態を長引かせて、まあ、自分の、うん、が目立てる舞台ができるだけ続けばいいなとか、はい、そういう算段かもしれませんし、あとはまあ、あとはいや、それ疑ってます よ, ですよ、ね、うん、もうそれだと思います、うん、それはもう証拠ってないけど、もう見るからに浮かれてますもんね、うんうん、その他の知事たちとかね、もう特に安倍首相なんか顔色が悪いじゃないですか、本当に命削ってやってるわけですよ、うん、他の人たちもそうだ、小池さんだけなんか元気でね、うんうん、まあ元気が悪いと言ってるわけではないんだけれども、うん、それでなんかすごく危機感を煽るということに対する違和感って本当に私はもうひどいです、うん、はい、でこれまた陰謀論みたいな感じになっちゃうかもしれないんですけども、はい、そのメディアも、まあ、メディアにしてもまあ一部の政治家にしても、うん、まあ、感染実際抑えられているのに、はい、まあ、小川太郎さんの話を聞いたらまさにそうですよね、うん、でも、はい、まだ感染が続いていると、はい、っていうのはやっぱりこう日本の国力を削ぐ勢力なんじゃないかっていう、うん、あ、そっちを疑ってしまいます。それはあると思いますね、うん、マスク2枚に関してこんだけ引っ張ってて、今度なんか桜を見る会疑惑みたいにしようとしてるじゃないですか、うん、ね、もうあれなんかもう完全に反、政権反自民の勢力がもう仕掛けてるってことですよ、ね、なんですね、うん、そんなマスクなんかすぐ必要なんだからバーって配って、うん、まあ、髪の毛履いてたって言ったら取り替えてもらってってやればいいわけで、うん、まずは配る、うん、で、なんか粗相が出たら調整するっていうことやんなきゃいけないのに、うん、全部回収でしょ、うん、バカみたいじゃんですよね、うんうん、おかしいんですよ順番とか。そうですよね、危機対応っていうのが分かってない人たちが、うん、なんかこれまでの手順っていうのを守らなきゃ政治はおかしいみたいなことになっちゃったんですよね、うん、でもまた多分緊急事態宣言延長したら延長したで、またメディアが飲食店に取材して、まあ、延長した安倍政権けしからんみたいなことに持っていくんですよね。それ で,、うん、で店が潰れた安倍のせい、自殺者が出た安倍のせい、もういろんなことが安倍さんのせいにされていくわけですよね、でも主導してるのは知事たちですからね、これ本当忘れないでください、今知事たちが伸ばせって言ってるんですからね、これもう本当現地取らないと、で最後に決めなきゃいけないのは安倍さんなんだけれども、だからってなんか安倍さんを責めてなんか解決する問題ではないんですよ、どっかで、自由にするか自粛するかの間でなんとかやるっていうしかないわけですよね、その時に安全策だとみんなが思うところの自粛ばっかりやるっていうのは生産的ではない、それに経済で犠牲者がたくさん出るので、それは病気の犠牲者も出る、でそれが出ないようにする、経済の犠牲者も出ないようにする、その中間で頑張るっていうことをね、本当それ覚悟の問題で覚悟しなきゃいけないと思うんですよ、我々はそのこの自粛をもたらす経済ダメージっていうのをずっと警鐘を鳴らしてきたわけですけども、まあ、一般レベルではやっぱり、
過小評価されてるかなって思うんですよね。やっぱりこう目の前の感染の危険、はい、恐怖っていうものの方が、うん、もう少し先の、はい、経済損失よりも、はい、そっちに目がいってしまうと、そうですね、そのあたりちょっと民主主義の限界のようなものも感じざるを得ません。まあ、なんとなくなんですが、やっぱりこう働いてる人たちの発言力、まあ、生活者の発言力っていうのは本当に弱いですよね、日本は、うんうん、なんとなくもうお医者さんがもう医療大変だって言うと、じゃあしょうがないよっていうことになってるんだけども、うん、まあ、医療もちろん大変で本当に努力、うん、本当献身的な努力なさってるのは本当に頭下がるんですが、うん、それとこれとはまた別に日本っていう国をどう運営するかって話はまたそれは一要素として考えないといけないんでね、それを絶対化するってのはやっぱおかしいんですよね、ということで、はい、まあ、このビル、増刊号チャンネル登録がこの前10万人いきまして、 ありがとうございます。で、まあ、たった10万人といってもまあされど10万人なので、まあ、この動画を拡散して、はい、まあ、ちゃんと真面目に働いてお金を稼ぐ、まあ、労働者の味方として、はい、そうですね、はい、本当にそうですね、まあ、今後も発信していければいいと思います、はい、どうぞ拡散よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。